メフメトエミーン・ラスールザーデは、アゼルバイジャン民主共和国の政治家。ラスールザーデと、メシャジア・ジズベコフ・ラスールザーデの肖像を使用した1993年の、センマナトシ幣。ラスールザーデは、1884年1月31日に、ロシア帝国バクーン・ノブハヌイで、中流ウラマーの父ハジモラ・アリエクベルト、母ザルクズジーンレとの間に生まれた。 父のマドラサでペルシア語とアラビア語を学び、高等教育は受けずに、バクーのカスピー印刷所で食事校として働き始めた。食事校として、他種の文献に触れた経験からジャーナリストを志すようになり、1903年にシャルギルスカミゲの評論でロンンにデビュー。ロシア第一革命後の自由主義的風潮の中、1905年から1908年に、 かけて様々な新聞、雑誌で活動した。同時期には政治活動にも関わり始め、1904年に青年アゼルバイジャン人革命会委員会を創設。同年秋には、バクーで社会民主主義組織、ヒュンメトの創設者の一人となり、この時にバクーのボリシェビキを指導していたヨシフスターリンとの違うを得ている。しかし、ピョートルストルイピン時代の弾圧によりヒュンメトは、 壊滅し、1九0 8年から1九1 0年に、かけてはイランにわたって、当時の立憲革命の状況を取材した。第二立憲制が開始されると、イラン議会におけるデモクラート党中央委員を呼び、帰還し、イーラーネの王の主筆、編集長となり、保守派デ出リユン等を批判した。しかし、1 9十一年初頭に、親英派のナーセロルモルクが摂政に就いたことにより、 ラスールザーでは、イランから追放されるに至った。イスタンブールに逃れた後は、同地で、ハン・トルク主義雑誌、トゥルクイルド、セビデュレシャドなどに寄稿。ジャマール・ティーン・アフガーニーの、同一性哲学のトルコ語訳を行い、またマクシム・ゴーリキーや、レフトルストイの翻訳集、ロシア文学作品賞も出版した。1903年のローマノフ朝300周年。 記念による御社が下ると、ラスールザーでは、バクーへ帰還した。ほどなくして、民族主義政党、ミュサバと等に加わるとともに、政治活動、ジャーナリスト活動を再開し、当時起こっていた、言語論争にも加わった。執筆を、オスマン語で行うか、ゼルバイジャン語で行うかで二分されていた、ジャーナリズム界にあって、ラスールザーでは、文語トルコ語という第三の案を指示し、 その実践として1915年にアチュグショズガミを創刊した。ミューサバト島などの非合法活動にも関わり、第一次世界大戦中の同年には、バクウの軍政長官に拘束されるも、1917年の裁判直前に発生したロシア革命によって釈放された。同年に開催されたミューサバト島第一回大会で、ラスウルザーでは当主に選出され、 以降、生涯その地位にあった。1917年4月に、バクーで開かれた、カフカースムスリム大会及び、翌5月に、モスクワで開かれたゼンドシアムスリム大会に出席した、際には、積極的に発言し、連邦主義を主張している。10月革命後に、ザカフカース委員部が、ザカフカースの暫定的な統治機構として発足すると、ラスールザーでは、 委員部のムスリム代表についた。やがて、ロシアからザカフカース民主連邦共和国が独立し、その民主連邦共和国も崩壊すると、アゼルバイジャン民主共和国の独立が1918年5月28日に宣言された。この宣言主体であった国民議会の議長には委員部代表のラスールザーデが横滑りした。ラスールザーデはオスマン帝国との交渉によって、 軍事支援を取り付け、9月には、赤軍の占領下にあった、バクーの奪還に成功した。だが、1920年4月27日の赤軍の、アゼルバイジャン侵攻によって、民主共和国は倒され、ラスールザーでは、ボリシェビキの追跡を逃れて、ラフジでの潜伏を余儀なくされた。ほどなく発見されたラスールザーでは、バクーの遊び当てる、刑務所に収監されたが、 面会に訪れた旧知のスターリンの計らいによって、釈放されて、モスクワに送られた。その後は、軟禁状態のまま、モスクワ東洋学院でトルコ語と、ペルシア語を教えていたが、やがて研究調査と称して、レニングラードに向かい、船でフィンランドに脱出。ベルリン、パリを経由して、1922年に、イスタンブールにたどり着いた。イスタンブールでもラスウルザーでは、 執筆によって、アゼルバイジャン民族主義を訴えるとともに、反祖宣伝にも従事。家にカフカスやアゼリティウルクなどのプロパガンダ雑誌を送還したが、ソ連からの圧力によって、廃刊に追い込まれもした。ユースフワクチュラやゼキベリディトガンといった他の亡命者たちとも交流したが、1929年頃には、ついにソ連政府の圧力によって、トルコからも追放された。 その後もラスウルザーではヨーロッパ各地の反素組織やミューサバト等の亡命組織で分泌活動を行い1934年からはワルシャワを拠点としてポーランド政府の顧問も務めている1942年にはナチスドイツの外交官フリードリ・ヒベルナー・フォンデア・シューレンベルクに招かれてベルリンで会談し対素戦への協力を求められたが交渉は決裂した ラスウルザーデの母被翼1943年にワルシャワが赤軍に占領されるとそれを逃れてブカレスト、フライブルクなどヨーロッパ各地を転々とし終戦後の1947年9月にラスウルザーデはトルコに帰還アンカラに定住したその後は国民教育省出版局や国立図書館で勤務するとともに晩年まで アゼルバイジャン民族主義についての執筆を精力的に続けたが、1955年3月6日に糖尿病の合併症によって死去した。今和の言葉は、アゼルバイジャン、アゼルバイジャン、アゼルバイジャン。であった。ラスウルザーでは、アンカラのジェベジアスリ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。